おととい、札幌市中央区の住宅で1人の遺体が見つかるなど火災が相次いでいる道内。昨日、札幌市東区のアパートで起きた火災では、火元の部屋に住む男性が病院に搬送されました。男性はストーブの上にスプレー缶を置き、近くにはゴミ袋を置いていたと話していて、ストーブ周りから出火した可能性が高いとみられています。これはストーブの上に洗濯物が落ちた場合の実験映像です。しばらくすると煙が出始め、炎が上がってしまいました。石油ストーブやヒーターによる火災の原因で最も多いのは可燃物が接触すること、2番目は灯油漏れ、3番目は誤ってガソリンを給油と不注意によって起こるケースが目立ちます。また今月1日には JR 札幌駅直結の地下街アピアのカレー店でコンロの火が油汚れに引火。札幌市内では今年に入ってこうしたコンロからの出火が急増しているといいます。コンロ火災は15件と前年と比べて7件増加しておりますので約倍以上になっております。最も多い火災の原因は天ぷら油の加熱発火となっております。いざという時の備えも大切です。こちらが防災用品の売り場になっております。ホームセンターには鍋用の火消しスプレーや投げ込むだけの消火剤などを取り揃えています。最短で2秒ぐらいで消火できる。胆振東部地震の後から防災意識が非常に高まりまして、消火器とかご家庭でもご用意される方が多くなりました。初期消火でしたら簡単に火を消すことができますので安心です。まだまだ寒い日が続く中で相次ぐ火災、身近な火の元には改めて細心の注意が必要です。